どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん、モンスターハンターライズ楽しんでいらっしゃいますでしょうか。今回はですね、マカレンキ回すのにも最適な最強装備をねご紹介していこうかなと思うんですが、皆さん、あのモンスターハンターライズの最強武器って何だと思いますか。まあ、最強っていう定義がいくつかあるし、モンスターによっても違うと思うんですけど、まあ、一般的に最強と言われている、まあ、定義は、まあ、どれだけモンスターを早く倒せるかだと思うんですよ。でですね、これほど強い武器はないというね武器をご紹介していきたい。これがヘビーボーガンの水平拡散型。拡散弾って普通撃つ場合って、あ、もうしょっぱな外しましたけども、拡散弾を撃つ場合ってこう弧を描くように上からこう降ってくるような感じで今までは撃っていたと思うんですよ、拡散弾ってね。これモンスターダライズのね、こうね、新しいヘビーボーガンなんですけども、なんとですね、まあ、鉄鋼榴弾撃つみたいな感覚でこう撃てるんです、こうやって。これ強すぎませんか。でしかもこのダメージが入っていくと、まあ、バサルモス相手だと250、一発撃つと250が、まあ、この速度で入っていくと、これね、あまりにも強いですね、この武器。これ何が強いかって、結局ね、今までは弧を描くように拡散弾を撃たなければいけなかったんで、結構そのモンスターに拡散弾自体を当てることが難しかったんですよ。なんですけど、今作から水平拡散弾打ちっていうのができるようになりまして、この横からね、こうモンスターに向かってまっすぐに拡散弾をぶち当てることができると。これ使ってる人もね、結構ね多いかもしれませんが、もうすでにマカレンキンをぶん回すために強すぎましてですね、これあまりにもやばい。でもね、これそろそろねクエスト終わりますからね、ちなみに。でこのスタイリッシュボマーを押して、これでクエスト終了です。早すぎない、どんだけ早い。ちなみにクエストクリア時間なんですが、気になるクエストクリア時間1分57秒です。あまりにも強い、あまりにも強い。この速度でクエスト終わっていきますから、だいたい3分以内くらいでどんなクエストでも終わるんですよ。ちょっと動画あまりにも短いんで、あと2000ほどご覧いただきたいというふうに思っておりますが、手順なんですけど、そんなに難しくないですね。モンスターがいるところに飛んで、ですね、まあ、一応鬼人の粉塵と怪力の種だけは、撒いてというか、まあ、バフかけて、まあ、それ以降はですね、特に何も考えることはありません。まあ、とりあえずね、ホムラチョウとかそういうのがいれば、一応ホムラチョウだけかましてね。であとは、フルチャージ積んでますんで、こんがり魚だけちょっと一応食べて、で、あとはね、まあ、適当に怪力の種一応食べた後に、適当にあれですね、落とし穴とかその辺の、まあ、罠とかを置いて適当な場所に。あとはね、ひたすらこのね拡散弾レベル3と、まあ一応持ってきたレベル2を打つと、でまあ罠のね前あたりに陣取っていれば大体ですね、罠来てくれますんで、でとりあえずですね、弾がなくなったら調合していくと。でまた、あ、これ近くに行き過ぎると拡散弾当たりますんで、あまり近くに行き過ぎない方がいいです。ひたすらこれだけです。これだけで高速で全てのモンスターが世界中からいなくなっていくんですよ、あまりにも強い。たまにね、こうやって撃ちにくいところにモンスターが隠れてしまうっていう現象はあるんですけど、あーあー、危ない、あ、当たった。ヘビーボーガンの弱点としては結構避けにくいっていうのがありますんで、攻撃をそこだけ注意って感じですね。なんか脳死でしょ。目標をセンターに入れてスイッチ、目標をセンターに入れてスイッチみたいな感じです。はい、まあ、シンジ君でもね、簡単に討伐できるんじゃないでしょうか、どんなモンスターでも。あまりにも脳死すぎますね。一応ですね、拡散弾のデメリット弱点はもう常日頃過去作からずっと言われているんですが、弾がなくなるんですよ、本当にすぐ。驚くべき速度で弾がなくなっていきますんで、ここだけですね、デメリットは。なこれ無限に打てたら環境がぶっ壊れますんで、まあ、しょうがないかなといったところなんですが、とりあえず弾を補充しまして、これがちょっと若干めんどくさいところですね。モンスターの体力によっては、まあ、1回で倒せるモンスターもたまにいるんですけど、こんな感じでもう瀕死になってますんで、あとまあ捕獲すりゃいいっていう、
話なんですけども、たまにね、2回目まで行かないと倒せないモンスターもいますんで、はい、これで終了です。あまりにも早い。考えることはない。目標センターに入れてスイッチを押すだけ。2分34秒。うん、ぬるゲーですねこのゲーム。あまりにもぬるゲー。どんだけ強い。一応ですね、まあそれモンスターが弱いだけじゃないのみたいなそれもあると思うんで、一応マガイマガド戦もねご覧いただきましょう。さあマガイマガド戦なんですが、まあやることは大体同じなんで、とりあえず適当に落とし穴をね、まあその辺に仕掛けまして、あとは拡散弾を打ったけど、ちょっと若干ねこのブルーファンゴ邪魔っていう問題点はありますけれども、ここまあね、このエリアのは強いですね。あのライモン転がしが転がってますんで、それ当てればね気絶が入るんで、まあこれがすごい強いところかなといったところで、鉄コレーターみたいにあの当たんないことあるんですよ。こうやってあの結構ねモンスター動き回るモンスターにはあんまりねあの向いてはないかなといったところなんですが、まあだからまあ罠仕掛けてるんですよ。これって 66×5 で330のダメージが、一発撃っときゃ330のダメージが入ってると、ナルハタタ姫のエリアにある大砲あるじゃないですか、あれ撃ってるみたいな感じですね。基本的に一生あの大砲撃ってるみたいなあのイメージだと思ってもらえばいいかなと。ああ危ない。こういう風にね急に飛んできるとヘビーボーガン結構回避能力低いんで割と被弾してしまうっていうのはあるんですけどあまりにも強い。やることはねこれだけなんですよね。でも解説するとかもねあんま必要なくて、この武器弾がなくなりましたんで戻り弾でいった。戻れず。さあ戻り弾でねしっかり戻っていく。でこれで弾を補充していくっていう。弾補充が必要なモンスターっていうのが、まあ、大体でもね一人でやってるとね1回では終わんないと思うんですよ。これ今回4人拡散弾っていうね、あまりにもやべえパーティーで来てるんですけども、一人でやってると大体1回戻んないといけないかなって感じで、このぐらいのモンスターで危な。着地狩りやめろ。でしっかりと落とし穴を仕掛けまして、で拡散弾また打っていくと、まあ、落とし穴の周辺でね打っていくといいと思います。はい、まあ、ちなみに拡散弾レベル3たまに当たんなことあるんで注意していただきたいっていったところですね。意外とエイム力は必要であると。危ない。うぅ、危なー。こいつね結構動き回るから危ないんだよね。これも危ない。危ない危ない。おおおおおおお、荒ぶってんの。危ない。カウンターショット、ぬん、カウンターショット弱っ。30ダメージで。さあそろそろ、あ、禁止状態入りましたね。さあ捕獲用麻酔弾を撃っていく。はいドン、はいドンと。あ、オッケー、あ、オッケー、はい、ナイス。これでね、タイムだいたい3分くらい、3分7秒かな、3分7秒という感じです。この速度で、まあ、ほぼ全てのクエストが終わっていきますんで、とりあえずですね脳死でクエスト回したいという方にはおすすめ。今もうモンスターハンターライズあんまりやることなくなってきてる問題が発生しますんで、水平拡散ヘビーねぜひ作ってみていただきたい。とりあえず装備詳細、装備解説参りましょう。さあそれでは装備紹介をねやっていきましょう。まずですね、断っておきたいことは、この拡散弾なんですが、あの動画内でも言っている通りね、あの味方を吹っ飛ばしてしまう弾になるんですよ。なので、見知らぬそのマルチとかでいきなり拡散弾をぶっ壊し始めるっていうことは絶対にやめましょう。あの嫌われますんでね、見知った友達同士とか、あと拡散弾使っていいですよみたいな、まあ、集会所で使っていくことをおすすめしたいなと思います。で、使っていくこの猫銃砲ニャノンっていうね、このあのヘビーボーガーなんですけども、これね見た目可愛いですよね。これが強いって結構すごいなと思ってるんですけど、拡散弾の発射タイプが水平型っていうやつですね。でこの水平型で、撃っていくと、さっきみたいにこう普通にあの鉄鋼弾とか撃ってるみたいな感じで、あの横に飛んでいくっていう拡散弾が、まあ、そんな武器になってましてですね。で攻撃力もそこそこ高いし、スロットも優秀であるという感じですね。見た目いいですよねこれね、可愛いですよね。これヘビーボーガンってまあパッと見わかんないかなと思うんですけど、で猫ジーホンニャノン、これ強化パーツはねパワーバレルぶち込んでもらって、
で、あのダメージが上がりますんでね、拡散弾の。で、弾はね、いや、ちょっと100ルスロットは、拡散弾追加にですね。で、弾なんですけども、打てる弾はこんな感じになってまして、まあ、一応ね、ダメージがでかいのは拡散弾レベル3と、流撃弾なんですが、まあ、基本的に流撃弾は一応、まあ、たまに打ちますけど、まあ、ほぼ拡散弾しか打ちませんので、まあ、拡散弾だけ持ってってもらえばいいかなっていう、まあ、そんな感じですね。まあ、毒弾も一応打てますけども、まあ、拡散弾ぶっぱでいいかなっていう感じです。はい、装備の詳細ですね。ボロス、ベリオ、レウス、ジャナフ、ハンターってなってて、五石はですね、挑戦者レベル2の、スロット21っていうやつ使ってるんですが、スキル全体のスキルはこんな感じになってまして、火力がね漏れれば別にいいんですよ。火力っていうのは攻撃力ですね。あの拡散弾っていうのは会心率が関係ない弾なんですよ。まあ、純粋に肉質を無視して自分の攻撃力を参照して、相手のダメージが計算されるっていう弾になってますんで、ちょっと特殊なね弾になってますんで、会心率とかを上げる必要がないということで、攻撃力が上がればいいです。だからまあ攻撃7はね、攻撃7はまあ入れてもらって、あとはもう火力上がれば何でもいいんだけど、フルチャージとかね、あと挑戦者とかこの辺のスキルを入れてもらってた方がいいかなっていう感じですね。でフルチャージは、今回コンガルタガナっていう、永続的にその体力が回復するっていうぶっ壊れアイテムがありますんで、フルチャージ結構いけるんですよ。なんでフルチャージはガン詰めしてもらっていいかなと。で挑戦者も一応まあ詰めればね、レベル5まで積んでいただきたいですが、まあ、5席のちょっと僕の都合上ね、レベル2までしか入んないんで、まあ、レベル2まで。これもうちょっと、仮面を持ってる人は、まあ、レベル3とかレベル4とかまで積めるかもしれませんね。そうすると少し、火力がアップするかなっていう感じです。で、弾薬、弾丸節約。これはね、絶対に入れてください。拡散弾マジで弾足りないんですよ。なんで、これは絶対に入れてください。で、装填速度3も入れてください。反動軽減3も入れてくださいっていう。で、ブレ抑制ね。ブレ抑制はね、この武器、ブレちゃうんですよ。右にも左にも。なので、ブレ抑制はレベル2まで入れてください。で、この辺は全部おまけですね。まあ、おまけにしちゃ強いけど、能動術とかね。まあ、強いけど、まあ、この辺はおまけで、最後、ひるめ軽減ね。これは1個あった方が、味方の弾に当たってもひるまなくなるんで、まあ、これは1入れていただくと。いったところでございます。アイテムマイセットっすね。アイテムマイセットはね、こんな感じになってて、持ってく弾ですね、レベル3拡散弾、レベル2拡散弾、レベル1拡散弾、流撃弾、捕獲用麻酔弾みたいな感じです。まあ一応毒弾とかあってもいいけど、なんかカシャカシャしてる時に邪魔なんで、撃たないから持ってかないっていう選択肢ですね。拡散弾、ほぼ拡散弾しか撃ちません。で火薬庫を、持ってもらって、で拡散の実持ってもらうっていう感じですね。これで調合していくっていう。であと戻り玉、これはね絶対に入れてください。で最悪これで帰んなくてももうちょっと攻撃したら瀕死になるっていうパターンがあるんで、スタイリッシュボマー用に大樽爆弾 G 持ってるみたいな、まあそんな感じになってますね。はい、というわけであまりにも脳死で終わりますんで、皆さんもねぜひ作ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。